こんにちは、ビッツイです。よろしくお願いします。はい。今日はですね、大改造、豊かな英語発音、ビフォーアフター、パート2ということで、やっていきたいなと思いますけども、いわゆる、カタカナ英語の正しい発音はこうですよっていう、それだけじゃなくて、じゃあなんでこういう発音になるのかっていう、そのロジックをね、とことん突き詰めることによって、別の単語で同じパターンが来た時に、あ、こうやって発音すればいいんだなっていうのがわかるようにするっていうね、発音マスターに一歩近づくための動画を作っていきたいなと思います。はい。ということで、リズムよく見ていきましょう。はい。一つ目、こちらですね。はい。この単語。これ、まあ何のことかというと、まあいわゆるガーゼですよね。ガーゼ。これ、実際の発音は、これ、ゴーズっていうね、ゴーズっていう発音になります。はい。これちょっとにわかには信じがたい事実かもしれないですけど、一般的にね、ガーゼガーゼで、ね、親しんでるんで、ね、ちょっと、みたいな、なるかもしれないですけど、これ、まあ、アメリカ人からしたら逆にゴーズが一般的なんですよ。うん。なんでこれガーゼガーゼってなったかっていうと、まあ、多分ね、多分ですけど、この GA っていうね、この綴りと ZE っていうね、この、綴りから、まあ、ガー、ぜっていうね。まあ、なったんだなってなんとなく想像できますけど、実際の発音はこの OO っていう長母音の音になってるんですよ。最初のこの音節、こちらに GO の音にチョンってアクセントがついてるんで、GO、GO、で、ズ、ズ。最後はもうただね、アクセントもついてないので、ズっていう、まあ、子音だけの音になってますけど、はい。GOZ っていう、GOZ っていう、こういう音が正しい発音になります。で、このね、AU っていう、このアルファベットの組み合わせありますよね。この au の組み合わせっていうのは、英語の発音だったら、基本的には、この長母音の o っていう、o っていう発音になることが多い。ほぼこの発音になるんですよ。これ、覚えておくと本当に自分の中で発音の理解が、もうワンランク上がると思うんで、ね、この au が来たら、多分 o っていう発音なんだなっていうふうに、すぐね、頭で理解できるんで、これ覚えておくといいと思います。はい、ということで、ガーゼではなくてゴーズですね。はい。そして次こちらですね。はい。コットン。コットン。これ、まあ正直、コットンでも通じると思います。全然、うん。コットンでも通じるんですけど、ただ一般的な発音は、カエン。カエンっていう、ね、この、うん、うん、うんっていう発音になるんですよ。で、この、トゥン、トゥンじゃなくて、うん、うんっていう発音になるのはなんでかって言ったら、これはグロッタルという現象が起きてるんですけど、このグロッタルっていうのは、まあ、このね、喉で、うん、うん、うんっていう、まあ、音なんですけど、これは、T、アルファベットのこのね、T の発音の一種なんですよ。T の、まあ、イオンって呼ばれるんですけど、発音の一種で、これはどんな時に起きるかって言ったら、この t の後に手話と、ね、この手話の記号ですよね。まあ、ちっちゃく書かれてますけど、t プラス手話プラス n が来た時に、このグロッタルという現象が起きて、うん、うんっていう発音になるんですよ。綴り通りのトンじゃなくて、うん、うんっていう。t の音がもうなくなって、か、うん、か、うんっていうこのグロッタルの音になるっていう現象ですね。うん、コットンだけじゃなくて、例えば、まあ、マンハッタンとかのね、マンヘッン、マンヘッンっていう、ハッタンじゃなくて、ヘッンっていう現象ですね。はい。カエンです。そして次、はい。レンタル。はい。レンタルなんですけど、まず最初に注意すべきは、この、レの音ですよね。日本語のこのレではなくて、レ、レという、この R の音をしっかり出すことを意識するといいと思います。はい。このアクセントが来てますから、レ、レっていう、レ、レじゃなくて、レ、レという、しっかりとこの R の音を出す。ね。で、この T に、手話に L。で、ト、トとも発音するんですけど、早く言うと、レノン、レノンっていう発音になるんですよ。レノン。この T がもうドロップされて、省略されて、レノンという。はい。発音になるという。これもその t の発音の一つなんですけどね。ツッツッって発音しないで、レノン、レノンってこの t がドロップしちゃうという。で、これはどんな時に起きるかというと、このね、t が n と t の前に n があって、後ろに、まあ、母音とか r とか l がある場合。はい、t が n と母音 r、L に挟まれてるのどれかに挟まれてるときにこの T の省略という現象が起こって Renon Renon っていう
あとは例えば winter ね、冬の winter とか、gentleman の general とかね、みんなこの t の前に n 来て、その後にまあ母音、まあこの場合手話もね、母音の一種なので n と母音に挟まれてるっていう風に言えますし、仮に辞書によってはこの手話がない辞書もあるんですけど、まあその後に l があるので n と l に挟まれてるっていう風にも言えるので、でそういう場合にはこの t の省略が起きて rental っていう発音になるっていうね、そういう現象、はい、そしてお次はこちら、まあ文字通り読んだらサウナですよね、サウナ、はい、サウナなんですけど実際の発音はソーナっていう、ソーナ、ソーナっていう発音になるんですよ。まあ鋭い人は気づいたかもしれないですけど、これ一番最初のゴーズとパターン一緒ですよね。このさっきも言ったこの AU のアルファベットの組み合わせが来たらこの O の発音になるっていう、はい、それと全く一緒です。そのパターンね。ソーヌ、ソーヌ、サウってこうカタカナでサウって読んじゃいそうですけど、この AU のパターンが来たら基本的にこの O の発音になるのでソーヌ、ソーヌっていう発音になるんですよ、うん、その他にも例えばとんかつソースとかのソースね、ソースも AU の綴りじゃないですか。とかあとソーセージとかもね、ソーセージ、ソーセージっていう、おうおうっていう風になるっていう。あとさらに言うと AU だけじゃなくて AW の綴りの組み合わせっていうのも O の、同じ O のこのね長母音の発音になる場合がほとんどですね。例えば、まあ、見る C の過去形の saw とかね、 saw、 saw ね、 SAW で saw、 saw っていうこの O っていう発音になったりとか、この AU とか AW の綴りの組み合わせっていうのは音で言ったら O の発音になることが多いっていう、はい、これも覚えておくとねすごいいいと思います、はい、かなり役立つ知識なので覚えておきましょう。そして次こちら、これなんですけど、まあ、ちょっと長いですけど、これ日本語で言うとこのサラブレッドですね、サラブレッドっていうんですけど、実際の発音は Thoroughbred、 Thoroughbred っていう全然違う発音になります。まずこの TH の音ですよね。最初の TH の音っていうのはっていうこのベロを上下の歯でちょっと噛んでっていう音ですね。でここにアクセント来てますのでっていうっていう、まあまずここを強調する。でこの記号はこれ基本的にこの手話のまあ強調版、手話にまあここに強調が来てるのでそれがまあこの記号になるんですけど、ッドロブレッド、ドロブレッドね、ここに、まあ、アクセントが来るので、あとは、まあ、流して言う感じですね。thoroughbred, thoroughbred ね、サラブレッドじゃなくて、まずサラブレッドって完全に S の音なので、S じゃなくて、th, th の音ですね。を意識して、thoroughbred。で、ここの R の発音なんですけど、これは、さっきの、いわゆるこのアクセントが来た、ね、re, re っていう強い R の音に対して、ここアクセント来てないので、強調が来てないとこの R の発音っていうのは、いわゆる、retroflex といって、まあ、弱い R の音になるんですよ。この re, re っていう強い音ではなくて、re, re, re っていう若干このね、下の巻きがこう弱いというか、もう若干このね、弱い R の音になるっていう。thoroughbred, thoroughbred。だからこの th, th っていう音と最後の bred, bred。っていう音のこの間、この移行、ここからここに音が移行する間に若干この下を持ち上げて thoroughbred, thoroughbred っていうような発音になるっていう、人によってはもうほぼこの R の音が抜けちゃってる場合もあって thoroughbred, thoroughbred っていう発音の場合もあるしね、 thoroughbred, thoroughbred っていう弱い R のっていう舌を若干持ち上げて弱いっていう音を出すか、もしくはもう R がもうほぼなくなって thoroughbred, thoroughbred っていう風な発音になるっていう、そういう現象が起きてる単語ですね、はい、サラブレッドじゃなくて thoroughbred っていう発音になります。はい、ということで第2弾こんな感じで、また第3弾もやっていきたいなと思います。